こんにちは、タカです、今日はですね、このスーパーで買った、豚バラ肉を使ってですね、パンチェッタを作っていこうかなと思っております。パンチェッタと言いましてですね、イタリア語で豚のバラ肉と言ってます。なぜか塩漬けした、豚もですね、パンチェッタと呼ぶようになっております。はい、それではですね、材料紹介です。豚バラ肉で、今日はですね、ナルトの塩というのを使って、マリネしていきます。で、オレガノとタイムですね、こちらの包丁を使って、マリネしていきます。はい、それではですね、豚に、塩を入れていきます。分量は大体できるでいいです。辛いかなと思うかもしれないですけど、塩抜き工程がありますので、そこで調整できます。たっぷりですね、たっぷりになってください。この辺りですね。包装はですね、何でもいいです。まあ、家にあるやつを僕は使っています。大変です。はい、はい、次はですね、肉をですね、ペーパーでくるみます。はい、肉をですね、こうやってペーパーで包んで終了です。はい、2日目ですね、2日目はですね、この豚肉にかぶせてあるペーパーをですね、新しいのに変更します。状態を確認したところ、いい色でいい具合ですね。清潔なペーパーにですね、今日はくるみ直して、今日の作業は一旦終了となります。はい、3日目ですね、今日もですね、お肉の状態を確認してください。いいつやといい色合いですね。今日もですね、新しいペーパーにくるみ直して、今日の作業は一旦終了となります。はい、4日目以降はですね、全て同じ工程でしたので、写真でお届けしております。はい、7日目ですね、ちょうど1週間経ちました。1週間経つとですね、塩抜き工程を行います。はい、お肉の状態の確認です。やっぱりいい具合、いい色合いですね。はい、ボウルにですね、水を入れます。豚肉を入れまして、こうやってですね、揉みながら周りについた塩と香草を洗い流してください。ここで一旦カットをしてですね、焼いてみて、味の確認をします。味見をしてですね、もしも辛い場合は、水でさらすなり、時間の調整を各自で行ってください。はい、綺麗にですね、洗い流すことができました。あ、美しいですね。こうやってですね、綺麗にですね、洗い流すことができましたら、次の工程に行きます。はい、次の工程はですね、お肉についている水分を取っていきます。こうやってですね、ペーパーでよく水分を取ってください。水分を取りましたら、ペーパーでくるんで、10分少々、水分を取ってください。はい、こんな感じです。はい、鉄板と網のスタンバイです。ちなみにこちらは100均で買ったもの。はい、鉄板の上にですね、ペーパーを敷きます。その上に網をかぶせ、豚肉を乗せます。このままラップをせず、10日間ほど冷蔵庫で乾燥させていきます。はい、塩漬け状態はですね、こうやって写真でお届けしております。1日目、2日目、3日目とですね、徐々に、乾燥状態が良くなっていっております。はい、ですね、ちょうど10日間経ちました。あ、素晴らしい乾燥状態です。硬さもですね、十分な硬さを保っています。
次はですね、ちょっとこちらに切り身を入れて、中身の確認をしたいと思います。さあ切り身を入れますよ。うわ、どんな状態ですかね。ちょっとワクワクしますね。いきますよ。ちょっと開いてみてみます。うわ素晴らしい、最高な出来栄えです。はい、このパンチェッタを使用してですね、ちょっとしたサラダを作成します。はい、オリーブオイルを引いたフライパンにですね、パンチェッタを少し並べます。こんがりとですね、焼き色をつけていきましょう。はい、こんがりとですね、きつね色で焼き色がついております。ここで必殺技、スペシャルバーナーでですね、軽く炙りましょう。そうするとですね、とても美味しい、そのこの炙った香りがついてですね、サラダと絶妙な組み合わせになります。はい、盛り付けに移ります。ここでパンチェッタを置きますね。そしてとっておきのパルメザンチーズですね。これもさらに美味しいです。はい、次にバージンオリーブオイル、次にブラックペーパーと、これで完成です。はい、ご視聴ありがとうございました。おまけでですね、生の豚肉と、パンチェッタの豚肉とですね、見比べて最後にしたいと思います。どうもありがとうございました。